本日は血液検査の実習を行いました。人の体の中を流れる血液を薄い標本を作成して染色をして実際の血液の細胞を顕微鏡で観察してもらいました。血液細胞は病気によって数を増やしたり形を変えたりするので、それを実際に高校生の皆さんにも観察していただきました。今日の実習は各年代や性別ごとに違う必要エネルギー量を求める実習です。高校生の皆さんやお父さんお母さんの必要エネルギー量を求めてみて、その後でいつも食べている料理のエネルギーと比較してみます。保健看護科では呼吸や心臓の音を聞いたり車椅子体験をさせていただいています。でまた赤ちゃんの沐浴の体験も行っています。今コロナの状況で心配な面もありますので衛生的な手洗いを実施しています。はい、今日の実習は、たくさんの医療機器に実際に触ってみましょうという実習になりました。まあ、今非常に話題になっているエクモですとか人工呼吸器ですとか手に取って触っていただいて臨床工学士の需要が非常に高まっているということもお伝えできたらいいなというふうに感じております。